はい、どうも皆さんこんにちは、今日はトレーニング動画になります。今日の動画はですね、家でできるトレーニング紹介ということで、まあ皆さんも知ってるプッシュアップ、腕立て伏せのポイントをいくつか話していく動画になります。まあ、腕立て伏せ、これ胸に効かせるトレーニングなんですけど、まあ、シンプルだけどそのポイントがいくつかありまして、そのポイントを押さえつつトレーニングを実践していただければ、より効率的に胸の筋肉に効かせることができるので、まあ、そのポイントを今から解説しながら実践していくので、よかったら皆さんもポイントを押さえつつやってもらえたらなと思います。まあなかなかジムには行けないし行きたくないけど、家の中でちょっと胸のトレーニング、胸の筋肉を鍛えたいなという人には腕立て伏せ、かなりおすすめなメニューなので、ぜひ皆さんもやってみてください。それではやっていきましょう。それでは実際にやっていきたいと思います。ここリビングなんでね、実際やっていきます。今話したポイントを押さえつつ、今から20回3セットやっていくので、皆さんもぜひついてみてきて、ついてきてみてください。それでは行きましょう。はい、お疲れ様でした。20回3セットでもだいぶパンプアップすると思うので、まあきつい方は10回とか15回とか回数減らしてもいいし、でも先ほど話したポイントは押さえつつやってみてください。プッシュアップいろいろ種類あるので、まあ今日やったのがスタンダードのやり方を紹介しました。でまあ何より継続が大事なので、まあ、皆さんぜひやってみてください。それではまた、ありがとうございました。